はい、どうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。ということですね、申しましたね、今日は。申させていただきました。はい。本日の動画はですね、もう本当に使いたかった。はい、マジで使いたかった。もう昨日の TS が来てから使いたかった。もうサムネタイトル見てもらったらわかると思うんですけども、こちらの選手、高津慎吾選手です。ありがとうございます。早っ！おう、今何時？今、8時半ですよ。うん。もうすぐ極みにしました。はい。動画撮影終わって、編集終わって、もうすぐに高津選手に一直線で極みにさせていただきました。いや、もうこの高津選手ね、この能力査定が変更されたという、査定年度が変更されたということで、もうマジでこのタイピンチ切れ、しかもこれ特の存在感もあるんで、マジで強いっすよ。うん。まあ、まだわからんけど、使ってないからまだわからんけど、もうこの急速遅いのを埋めるようなこの変化量。タイピン出たらだって進化、えぐいことだろ。うんちゃんこれマジで。で、高速進化でしょ。いや、熱っ。しかも、リーグ的に、これね、同値にできるということで、ちょ、早速、称号チャレンジいきますわ、これ。高津いちごです。ありがとうございます。高津いちご。いや、これね、あのね、なんていうか、高津選手、コントロールもいいよな。同値にするためには、13でもいけるな。ミスターコントロールかな。ミスコン狙うか。うん、ミスコン狙おう。もう今、そんなにね、称号の方、なんか使うときないんで、そんなにリーグも今、まだガチってないから、ミスターコントロール来い。お願い。星さん、じゃあリアタイ行きましょう。何してんねん。おお、強い。オーケー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 。4割8分4厘、ナイス。あ、リボンもあるね。バファローズ。オーケーオーケー。いや、今永か。いや、これちょっとね、現実の今永やったらマジ絶望的やけど。ちょ、今永選手マジで、あ、そうや、顔もみんな変わったよね。確かね。今永選手の顔もちょっと変わったんじゃないか、今のね。くっきりしてたね、今ね。今永の顔がくっきりしてた。よし、集中。ちょっと待って。ちょっと待って、白い。白い。あ、やばいやばい。白い。ちょっと待って。白い。よし。ボールダメやけど、大谷、よし、大谷対今永は、大谷の勝ち。あれ、実際に大谷と今永って試合したんやったっけ？まだかな？カブス対ドジャーズ。あれ？やったっけ？ボールやけど、よし。いや、ごめんな、今永。さあ、今永選手を引きずり下ろしました。いやー、ボール球か。もうボール球しか打ってないや、さっきから。さあ、ギュター。ボール球やけど、いや、うわー、タッチアップ正解。タッチアップいけたやろ、今の浅かって、今のあれいけたやろ、体勢悪かったよ、ファースト。バックホームするとき体勢崩れながらやから、今の冒頭放ってた可能性あるからね。そういうところもリアルを求めてるんやったら、現実、なんか実現しないと、コナミさん。リアル求めようよ。よし。さあ、ちょっと落合さん入れました。はい。もう最悪。さあ、おそらく相手の方強かったんで、これランナー背負おうと思うよな、俺。毎回ちょっとダルビッシュの甘さいこう。よし。いや、うまいわ。オッケー。これはタイピン強いぞ。タイピンの場面でできれば出したい。走れ。走ってくれ。うまい。いやー、超えろよ。走ってお願い。マジで走ってほしい。これ、大山選手も顔変わってないこれ。なあ。めっちゃ似てるやん。なんか、運営さんがさ、その、あ、まあいいや、この話やめとこう。この話はやめときます。はい。うまい。よし。さあ、行こう。慎吾。慎吾。楽慎吾じゃないよ。楽慎吾じゃなくて、高津慎吾出すよ。さあ、行こう。いや、監督、ちょっと待って。これさ、今の顔やん。うん、今の顔。若い時の高津さんの顔じゃないもん、これ。今の高津監督の顔やもんな。え、ちょっと待って、これ、タイピン出なかったらちょっと怖いな。オーケー。これ、タイピン出なかったらアウトコース怖いぞ。はい。よし、ナイスボー。よし、いや、えぐい。これ、やっぱ、落ち幅えぐいわ。それでか。進化頭にあるから。やーはは。いや、進化頭にある。タイピン。よし。えぐい。マジでえぐい。これどう？えぐい。もっと曲がる。もっといける。いや、そこは無理か。そこは無理なんだよ。いやー、ベースピー出ない。うん。いやー、マジベースピー出ない。えぐい。え、フェアやん。フェアでしょ、今の。フィラデルフェアでしょ、今の。フィラデルフェア。あー、マジベースピー出ない。取って、やばい。打ちにくそう、めっちゃ打ちにくそう。よし、出た。よし、やあ。いや、これマジで強いわ。これマジで強い。いや、4割
チブをもう今もう言ったら何投げても打たれそうな状況やったんですよ。今正直言って投げてる方が一番わかる。投げてる感じ、もう何投げても打たれるやろなって感じの肩に対してああやってピシャッと押さえるってことはマジで強いっす。うん、忖度抜きで、忖度抜いてます。忖度抜き始めました。高梨タイピンチ出てない方が強い説あるからな。あーやばい。よし、頼む落ちて。いやマジかよ。さあちょっともう体力がないんでこれはちょっと参考にならないかもね。いや体力なしで抑えたらやばいよな。いやもう無理か。ちょっとこれ変えていいっすか。もう無理やわ。いやえぐいえぐいえぐい。これ左バッターの方が多分ね被打率少ないと思う。右バッターだとアウトコース攻めになっちゃうんでどうしても。ただ左バッターだとこのインコースの高速シンカーシンカー攻めができるんで、これも振るやろ。え、強い。え、ちょっと待って、これ次の試合行こう。え、マジで強い。はい、CO さんお願いします。3割2分3厘ね。 OKOKOK。 まあまあまあ、ちょっとね先発で行こうかなって考えたんですけど、まあ、正直高津選手をリアルで使うとき先発では使わないんですよ。おそらく中継ぎでしか使わないので、もう正味そんな参考にならへんからもう先発はやめました。しかもねやっぱタイピンチ出ないとちょっと怖さはあるんよね。うん、タイピンチ出ないと怖さがちょっとあるから。ここまでタイピンチ出なさそうやな、これ。タイピン出なかったらちょっとカットしようかな。これちょっとランナーを背負う配球するわ。いや、超えて！くそ！ちょっと山川選手フォアボール出します。はい。これは何の意味もないよ。うん。普通に山川選手が怖かったから。今めちゃめちゃ調子いいから山川選手。昨日なんかもう5階席に飛ばしてたからね。めちゃめちゃ怖いんで、その怖さを踏まえての敬遠です。さあ、慎吾行こう。これね、高津選手の顔がマジね、今慎吾なんですよ。今慎吾。前の慎吾じゃなくて今慎吾なんですよね。これ今慎吾やもん。ナイスボール。こっからでもボールなるからね。甘い。お、ボールなった。いく。ええ、ちょ今絶対ストライクだと思ったけどボールなった。え、ちょっと待って、これさ変化量がさ言うたらピンクから白になるやんか、タイピンチ出てで白の白やんか、言うたらマックスのところからさらにプラス1されてるからそこも加味されてない。今のだってめちゃめちゃ落ちてたよ今。ここからボール球なってたからね、マジでえぐい。はい、大谷もえぐい。うん、リアルと一緒。え、これマジ高津選手多分でガチ強っ。うん、ガチ強。これリアタイの中継ぎ抑えいない方は、とってもいいと思う。俺は。これは言い切る。ビップが言い切るの珍しいよ。うん、言い切らせていただく。言い切らせて、言い切らせていただく。これは本当に。ちょっとあと20分でウーバー来るんよね。うん。20分以内に終わらせないと終わるか。何してんねん！今耳が今ちょっとまだ完全に治ってないんで今ボワーンってなってます。今叫んだことによってやっぱあんま叫んだあかんな。耳まだ感知してないんですよね。え、これ諸事情によりゲッツーになっていいな。諸事情によりゲッツーになるわこれ。やばいやばいやばい。何してんの。おい何してんねん。ギータがギータの打球ギータやからってエラーしたぞ今。ギータがギータに忖度した今。諸事情によりゲッツー。え、これセーブなる。さあこれ小林選手のままだと相手もちょっとお舐めてんなこいつってなるんで、あんまり舐めプワしたくないからシャキャクラでいきます。超える。なしでねん。もうなんで打ちたくない時にめっちゃ打っちゃう。ゲッツ。いやちょっとちょっと待って、マジでコールドなる。マジでコールドなる。やめて、本当にやめて。ちょっと皆さん諸事情により次の回いきます。さあこれでタイピンチが出てない状態の高津選手が3割台に対してどこまで通用するかっていうのも一応試せる。だってこのシンカーの変化量がさマジでえぐい。これしかもコントロールもいいってところがまたいい。こんなん打たれへんやろ、多分振るやろこれ。うん、そうやね、そうやな、振るんよこれ。で今シンカーがすごい頭にあるやんか。もうシンカーが頭にありすぎてこれ詰まります。145キロでも詰まりますこれ。はい、ほらもうやばい、ギャン詰まりやん、もうギャンギャン詰まってるやん。ナイスボ。いやそうなるよね。あーナイスナイス。いやこれは結構マジで阿部選手顔変わってる。変わってないか。いや変わってるな。いや変わってないか。いや阿部監督じゃ高津監督マジでおすすめです。本当にこれはマジで紛れもなくマジで強い。はい、ってことで皆さん高津選手だけ取りましょう。